は？暇だな。そうだな。なんか前回と同じ始まり方な気がするけど、とにかく暇だな。っていうかもうすぐ晩ご飯の時間じゃん。マリサ、何食べたい？あ、そうだな。今はなんとなくだけど、シンプルにご飯とお味噌汁と焼き魚が食べたいぜ。おかずは野菜炒めでいいんじゃないか？今夜はお寿司だー。うわー。なんだよ、急にどうしたんだよ。いやー、晩ご飯のこと考えてたら急にお寿司が食べたくなっちゃったんだよ。今はお寿司を食べることしか頭にないよ。寿司ボリック症候群だよ。寿司ボリック症候群。まあ、それはいいとして、お寿司を買いに行くんだな。近くに無転落寿司があるから、早速買いに行ってくるね。というわけで買ってきました。いやー、色もツヤも完璧だな。さすが無転落寿司だぜ。じゃあマリサ、何から食べる？マリサから決めていいよ。おう、ありがとな。じゃあ早速、王道のマグロを食べちゃおっかな。いただきまーす。うまい。さあさあ、次もマリサが食べていいよ。え？いやいや、こういうのって代わり番子に食べるのがいいんじゃないか？いいのいいの、先に食べたいだけ食べてちょうだい。普段マリサにはお世話になってるからお礼をしたいんだよ。なんか申し訳ないけど、そう言ってもらえて嬉しいぜ。じゃあもう一個食べようかな。いただきまーす。うまい。あ、これも美味しそうだな。いただきまーす。うまい。ふっふっふ。これはすべてドッキリなんですよマリサさん。実はこのエビのお寿司の中には、大量の激辛わさびが入っているのです。さあ、マリサよ、早く私の罠に引っかかるのだ。ねえマリサ、エビのお寿司なんてどう？甘くてプリプリしててめっちゃ美味しいよ。ああ、桜。こんなにしてくれて本当に申し訳ないんだけど、私。エビアレルギーなんだよ。え？今なんて？だから、私エビアレルギーで、エビのお寿司だけは食べられないんだよ。嘘だどんどこどーん。いや、わからないよ。一回食べてみたら案外アレルギーじゃなくなってることもあるかもしれないじゃん。何言ってんだよ。とにかく私は食べられないからこれはお前が食べてくれ。っていうか桜。お前何か隠してないか？キクリ。何のことだかわからないな。いや、まさかとは思うが。エビのお寿司の中に大量のわさびが仕掛けてあって私がそれを食べてしまうドッキリを仕掛けてはいないよな。感づかれたー。何言ってるんだよ。ほら、もっとお寿司を食べて。いや、最初っからおかしいと思ってたんだよ。お寿司が食べたいと叫んでいた割には全然食べないし、エビアレルギーの私にエビのお寿司を食べさせる時点でもう逆にドッキリしかありえないじゃん。うわぁ、もうダメだー。さて、ここのお寿司は全部食べていいんだよな。なら遠慮なく食べさせてもらうぜ。エビ以外。じゃあ、本当にエビのお寿司だけになっちゃったよ。さて、桜、そのお寿司の中にわさびが入ってないんだったらさ、実際に食べて証明してくれよ。いやもうドッキリでもなんでもないから、正直に言うよ。そのエビのお寿司の中には大量のわさびが入ってるんだよ。そうかそうか、やっぱりそうだったか。じゃあ食べろ。なんでちょ、なんで食べなきゃいけないんだよ。お、なんだ？お前とあろうものが食べ物を無駄にしてしまうのか？そうだよね。食べ物を無駄にしちゃいけないよね。そもそもドッキリ仕掛けたの私だから、私が責任取らないとね。大量のわさびが何個のもんじゃー。いや、だからさ。自業自得なんだよ。